ではちょっと引き続き、はい、目覚める、じゃあどうやって目覚めるか、気づいて目覚めるですかね、気づいて目覚めるってとこですね、うん、はい、気づきは人生を変えるだけでなく、うん、救うこともできると、うん、でまあリソさんが挙げる例として、うん、まあ道路が崩壊したことがあった、雨で、うん、暴風の混乱の中みんなが運転してたよと、はい、であるドライバーが道路の崩落に気づき、うんうん、車を止めて、うん、後から次々車が来るじゃないですか、うんうん、そこでその気づいたドライバーは、うん、待て待てって、うん、おい待て待てみたいなことで止めようとした、うんうん、したところ、うん、後から来る車が、うんうん、それを見て、うん、あのそこの車には5人の若者が乗っていた、うんうん、でこうやって雨の中、うん、車が止まってるわーってやる中で、うん、その5人の若者は、うん、ああ車が故障して止まったやつが、うん、バカめ助けを求めてやがると、うんうん、バカだなあいつはみたいな感じで、うんうん、ウェイウェイみたいな、うんうんうん、ウェイウェイみたいなので、うんうん、通り過ぎた、うん、彼は違うんですよ、止めようとしている、でも彼らは、うん、そのノリですね、ノリノリ、多分それは性格にとらわれてる、うん、はいはいはい、はい、でノリで通り過ぎたところ、うん、下品な仕草を向け、はい、通り過ぎ、うん、アクセルを踏み込み、うん、そのまま落ちてしまった、うんうんうん、みたいな事例がある、はいはい、この、はい、本で言うところ、うん、彼らを殺したのは誰か、うん、性格だと、うん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 、もう僕もねこれを読んだ時にね、うん、殺されるかもしれない、いやウェイはねちょっとね、うん、なんて言うんだろう、男が5人ぐらい集まると、あ悪ノリ感は、悪ノリ感は出ますよね、うん、特に若い時、うん、出ます出ます出ますよね、うんうんうん、5人男5人で、うん、夜にドライブに行こう、うんうんうん、だと、うん、なんかその信号で止まった時に、うん、ビューってブン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 とかやって、うんうんうん、心当たりってありません、まあその悪ノリ感の心当たりはありますよ、ありますよね、うんうん、だから殺したのは性格だと、うん傲慢さや敵、うん、虚勢、うんうん、虚勢っていうのは、うん、虚勢ですよね、はい虚勢です、はい、あの切っちゃうやつじゃなくて、うん、あで聞く耳を持たないこと、思いやりの欠如、うん、孤児、うんはい、っていうのはその関連する多くの衝動のいつでかの原因をして、うん、ドライバーは車を止めないって性格が決めた、うんうんうん、私たちが自分の性格のメカニズムにどれだけ人生を預けているか、うんうん、またそうするときどのような危険の中にいるかを十分に認識すると、これが大きな突破口になるよ、うんうんうん、あ僕は今日ここに気づけただけでもよかったのかもしれない、うんうん、自信がない、でもこの自信をつけるってじゃあどうやってやるんだっていうのは、ごめんなさいちょっとそれちゃいけないごめんなさい、はい、多分これもね、うん、おちゃらけなんですよ、おちゃらけの一部、おちゃらけと、まあ、出てくるんあね、出てくるのを止められな い, 止められないタイプ6、それを認識する必要もあるんじゃないですか、出てくる出てきた、はい、あだから今のは正解なんじゃないですか、あダメだってそうですね、うんはい、あお邪魔してすいません、はいはい、性格のメカニズムの性質を一旦理解したなら、うん、それと同一化するか否かを選択することができると、うん、あそうですね、うん、では今僕は出ようとしてるのを止めることができるんです、うんうんうん、おちゃらけを、おちゃらけを、はい、で、こうしたメカニズムに気づかなければ選択肢がないのは明らかだと、うんうんうん、けれどもタイプの傾向性を自分の中に見出せばその衝動のままに動かないことが可能になります、うんうんうん、おちゃらけですね、おちゃらけでなければちゃんと判断できたかもしれないっていう、ああそうですねこうやって手を振ってるのが、はい、おちゃらけでなければ、だってこの雨の中なんだもん、うん、何が大事なのかって本当なら、うん、いや止まって困ってるんだったら、うん、助けるべきですよね、うんうん、あそうですよ、おちゃらけでなくする、うん、そう茶化せず茶化さず、はい、ただそこに一人でもその、うん、おちゃらけの空気があると、うんうんうん、伝染結構するんですよね、しますね、男のパーティーうん、うん、っていう気をつけないといけないですね、うん、でグルジェフほか他の精神的指導者たちは、うん、往々にして次のように断言していますと、うんうん、私たちの通常の意識状態はある種の眠りであると、うん、で奇妙に聞こえるかもしれませんが、通常の意識状態は本来可能な気づきの程度に比べると、
現実の直接体験からはかなりかけ離れていると、睡眠状態と覚醒した意識の違いに匹敵するほどだと、で性格というトランス状態からの目覚めはこれと似た感じ、あれは一体何だったんだ、ほんの少しの前自分はどこにいたんだ、と気づくぐらい驚くこともあると、でもし誰かに今ここに意識を持ち、目覚めているかと聞かれていたなら、そうだと言ったでしょう、けれどもこの新しい視点からすれば要は目覚め、本当の目覚めっていうのが分かるはずだと、で今まで実際どんだけ眠っていたかっていうことに、その瞬間瞬間に気づくことで気づくかもしれないよと、でじゃあ意識的にエクササイズとして意識的に見ようと、少しの間今自分がいる部屋を見回してみましょうと、なんかいろいろ気づいてないことにありませんかと、体で感じたり、体の姿勢、今二頭兵が今猫背だったとか、いかんいかんと、でそうしながら今の自分の感覚と通常の自己感覚との違いに気づくことができますかと、自分の感覚と今の自己感覚と自己感覚と通常の自己感覚との違いに、あ要は今が違う、周りをエクササイズとしては周りを見回す、で自分を感じるとか、とした時に、そのこれまでの自分と、周りを見回した時に何かに気づく自分がいる、だから通常どれだけ意識せずに生きてるかっていうことに気づかないかっていうことですよね、気づいだから今の状態は気づいた状態ってことですよね、あ見回しそうですね、エクササイズとしてはそうですね、気づいた状態と普段の状態違うでしょって話ですよね、そうですね、でよくここであの苫米地秀人さんがよくこういう時にやるのが、あの皆さん腕時計してますよねと、してないです、あ、まあはい、してるとして、じゃあ、じゃあ例えば iPhone とかでもいいです、じゃあ一回その腕時計の、あ見なくていいです、皆さんの画面が描けますかと、要は僕この時計20年以上してるんですけど、この文字盤を絵に描いてくださいって言われると描けないんですよ、っていうぐらい人は基本無意識で生きてる、無意識というか見てない、毎日見てても見てない、見てない、意識、多分顔もそうだと思います、人の顔、描けないですもんね、文字盤描けないと思います、でも iPhone の上の部分の並び方とか正確に書けますかっていう、あの Bluetooth のマークがここにあって、矢印が今5本か3本かみたいな、バリさんとか昔言ってたけど、今多分違うんですよね、っていうのが多分書けないと思うんですよ、なのでこの意識して生きるっていう状態と普段どれだけ違うかっていうことをまずエクササイズとしてやってみましょうっていうのが挙げられています、はい、イラストレーター描けそうですけどね、なるほど、ただその人たちはまたどこか見落としてる点があるかもしれない、イラストじゃない部分を見てないかもしれない、はい、